藤澄香です。本日からファスティングの7日間プログラムに取り組んでいます。本日はですね、まずこの見えますでしょうか、ファスティング7日間なんですけれども、7日間と言いましても、ファスティング自体は、中3日間行うんですね。なのでスケジュールは、本日と明日は準備食期間に入っています。そして3日4日5日目がファスティングの期間です。そして最後の6日目7日目は回復食期間になります。このスケジュールで、私本日からファスティングに取り組んでおります。さてこのファスティングのですね、本日1日目はその準備食なんですけれども、以前からもねお伝えしておりますように、頭文字です。食材の、孫は優しいから来るそのお体に良い、食事をしていただくっていうことと、あとはですね、ファスティングのこの準備食中は、遅くても夜8時までにはこう食べ終わるっていうことですね。であともう一つはそのよく噛んでいただくことになります。で、こちらですね、孫は優しいの食材、ちょっとここでおさらいですけれども、まは豆類でした。ごは、ごま、種類ですね。和は、わかめのような、海藻類です。やは、お野菜、旬のものですね、できれば。で次はさは、魚です。イワシやアジなど。でしは椎茸のような、キノコ類ですよね。いは、芋類、じゃがいもや、さつまいもといったこういった食材を準備食期間中というのは取っていくんです。で今朝私がですね、朝食に、美味しくいただいたメニュー、後ほどご紹介したいと思います。で逆に言うとですね、この準備食期間中はこの孫は優しい以外のお食事は取らないでくださいねっていうことになります。こちらにプラスね、玄米であったりお味噌汁が入るんですけれども、ファスティング期間中に必要なその体内酵素を消化に無駄遣いしないようにするための食材ですから、ファスティング期間中だけに、関わらずですね、その前の準備段階、もうまさに今日です、準備食の期間がいかに大事かということなんですね。逆に言いますと、この準備食期間をこういった食材以外のものを召し上がってしまいますと、せっかくのファスティング期間中の、肝臓によるそのデトックス効果がもう落ちてしまいますから、それをこう上げるためにもですね、準備食というのはとても大事になるわけです。では、ここでですね、私が今朝朝食にいただいたものをちょっとご紹介させていただきたいと思います。こちらがですね、私の今日取りました、準備食のメニューです。ものすごく美味しかったです。もう朝から幸せだったんですけれども、見えますでしょうか。私佐藤澄香の、ファスティング準備食1日目の朝食のメニューはこちらです。準備食の1日目、まずですね、食は玄米もち麦ご飯です。あと、お味噌汁と、あとお野菜系等々なんですけれども、一つ一ついきますと、ですね、孫は優しいをこれから、一つずつチェックしていきたいと思うんですけれども、マは豆類でしたね。でこの中でいうとマは豆類ですから、もちろんお味噌、大豆製品、お味噌ですとか、あとは納豆も豆に入りますよね。もうここで、豆類はもうクリアです。
次は5、ごま、種類ですけれども、私は今朝ですね、ご飯にひじきふりかけをいただいたので、その中にごまが入っておりました。なので5も、クリアですね。次は和です。和はわかめのような海藻類でしたから、海藻類はですね、こちらですね、ひじきふりかけの、ひじきで取れてます。次は野菜はね、結構あちこち入ってるんです。お野菜はお味噌汁の中の人参、レンコンと、私毎日ぬか漬けしておりますので、ぬか漬けの大根、人参、きゅうり、あと生姜も入れました。私味噌汁に生姜の千切りを入れていただくのが大好きなので、必ず生姜が入ってます。あとは蒸しさつまいもですね、こちら、あ、すみません、これは後でした、すみません。お野菜はまあこれですね。で次は C です。椎茸のような、キノコ類ですので、キノコ系は、お味噌汁の中の、椎茸としめじですね、ここでキノコ系は OK。 で最後 E です。芋類は先ほどの蒸しさつまいもで、まあ、プラスちょっとフルーツでいただき物があってですね、ちょっとゴールデンキウイをいただきました。とあとは、すいません、抜けました、さですね、さ、魚系ですけれども、味噌汁の中にこうかつおだしを使いました、まあ、こちらのお魚と、あとちょっとイカシューマイをいただいたので、まあ、イカですね、お魚系も美味しくいただきました。でこのファスティングの準備食期間中というのは、高タンパク、高脂質、例えばお肉ですとか、あと卵ですね、そういった高タンパク、高脂質の食べ物はお休みしますので、私は今日と明日、まあ、回復食も含めてそういったものはまだ食べる期間ではないということですので、この中にはもちろん入っておりません。なので、まとめますと、ファスティング期間中だけが大事なのではなくて、その前後の準備食と、後ほどお伝えしますその回復食、もうこの期間もすっごくとっても重要なんですね。なのでそのことで、まずは体内酵素を消化ばかりに無駄遣いをしないことと、最大の私の今回の目的であります体の中から大掃除、デトックスするときに大活躍してくれる臓器が肝臓なんですね、レバーです。なのでこの肝臓ですね、やはりこう負担をかけないようにするためには、そういったその、まあ、高タンパク高脂質のものであったりですとか、早く食べてしまうとかですね、はお休みしましょうということです。さあでは、いよいよ私佐藤澄香の、ファスティングプログラム1日目が、始まっているわけなんですけれども、また、明日以降もですね、私のこのファスティングプログラム の取り組みのお話をどんどんアップしてまいりますので、お楽しみにされてください。この動画のですねお話をこう繰り返しご覧いただいて、繰り返しこのお話を思い出してくだされば嬉しいです。あとファスティングに関して、ご質問であったり、またご興味がおありの方、私とこうね一緒にしてみたいなっていう方は、こちら詳細欄に、LINE のリンクを貼っておりますので、そちらからご登録いただいてご相談ください。私から一つ一つ丁寧にお答えさせていただいております。またこの動画のお話が役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。